監督生はイーストン魔法学校トップクラスの実力を誇り、いずれも神格者になりうる素質を持った者たちである。レイン・エイムズ、まさかまさかマッシュ・バーンデッドだけじゃなくて神格者様までも果たしてどちらが強いかしら。パルチザン・サウンズ、パルチザン・シバ・サウンズ、ハウリング・サウンズ、あなたが唱える呪文に反応して爆発するわ。生意気な後輩だ。その生意気な後輩が言っているこの世界の認識を変えるとな。雰囲気が変わった。しかし三分線となると極端に少なくなる。幸せの、その三本線を史上最年少、レイン・エイムズという男じゃ。その後輩の無謀な覚悟を俺は見届けるだけだ。三本線、神に選ばれた才能、私はなんて恵まれているの。三本線になったといえど呪文を唱えなければ魔法は使えない。お前が狙っているマッシュ・バーンデッドは魔法が使えない。普通の人間なら絶望するだろう。だがマッシュ・バーンデッドという男は違う。全然興味ないわ。サウンズ・オーケストラ、次ね。サモンズ・アレス。これが神格者レイン・エイムズに与えられた神の杖の称号、ソード・ケイン。墨田ブラック・パルチザン、サウンズ・シールド。なんかありがとうございます。だらしないわね、あなたたち。あれが三本線。初級呪文でも威力だけならセコンズクラスって感じかしら。楽しみは取っておくのがセオリーなのよ。